アメリカが大好きで大好きでたまらない日本人は福沢諭吉。福沢諭吉はアメリカみたいな国を作りたいと考えた。慶応大学と、まああれじゃあライバルの早稲田。慶応大学の方がまあアメリカチックですよね。全然アメリカチック。早稲田はね、政治経済学部じゃん。経済の上に政治がありますよと。株構造が経済で、上部構造が政治ですよと。一方、慶応大学は、政治は法学部政治学科でやるんですよね。早稲田の場合は政治学科は政治経済学部政治学科。慶応は何派？慶応は経済思想的に何派ですか？古典派。古典派だよ。古典派っていうのは政治は経済に介入するなっていうのが古典派だよ。経済をほったらかせっていうのが古典派だよ。だから経済学部経済学科と法学部政治学科は別なんですよ。早稲田は政治経済学部の中に政治学科があるわけ。経済の上に政治学部、政治と経済が同じで考えるわけ。アメリカは政治と経済を物理的に話してるでしょ。何言ってるか分かる？ワシントンが首都であって、ニューヨーク経済の中心は別のところにある。 OKOK、まあ、あれこそまさしくアメリカの古典派の具体例でしょうね。